東京都道304号、日比谷豊洲と四須藤四野の目町線は、東京都千代田区と江東区を結ぶ、主要地方道である。支線が存在する。東京メトロ日比谷線が地下を走っている。道路線の本線は、日比谷から、銀座の中心部を横切り、築地、勝時、晴海、豊洲を経由し、篠野の目に至る道路である。前線と、国道一号の岩井田橋交差点から、 日比谷交差点までは、晴海通りと、通称される。トリトンスクエアの角にある、晴海三丁目交差点から、晴海大橋及び、木有橋を渡り、湾岸道路交点までが本路線の支線である。通称、有明通り。暫定通称、晴海通り遠心部。都市計画上の名称は、放射34号線支線1という、2006年11月24日に全線。 開通した。車線数は片側2車線片側3車線で、交差点部分は片側3車線片側6車線であり、十分な交通要領がある。本路線の開通により、都心の内堀通りと湾岸道路が一直線で結ばれるようになった。それまで、都心から湾岸道路に行くには、豊洲駅前を経由しなければならず大回りであったが、 一直線で結ばれたことにより移動時間が短縮された。ほぼ全線に渡り首都高速15春ル線が高架式で並行している。ありがとうございます。